さあ皆さんこんにちは、スカバコーディネーターの今村亮です。そして、はい、メンターのリベラルアーツ学部2年川崎優香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は私たちで、全国高校生ディズニー研究発表会のご紹介をしていきたいと思います。今回皆さんに取り組んでいただくミッションはディズニーの研究発表です。このディズニーの探究ディスカバの中でものすごい高校生人気なんですけど、はい、どんな感じですか優香さん。そうですね、やっぱりディズニー好きの子たちが集まってるので、うん、いつも熱い会になります。すごい盛り上がるよね、はい、いつもね目がキラキラしてますね皆さん。はいでそんなディズニーの探究を今回は一歩進めて、研究発表にしていただきたいというプログラムなんですけれども、研究発表とは何かというと独自の調査を行い、データに基づいて分析して論理的に発表するということです。その発表を皆さんにはディズニーの専門家である桜美林大学ビジネスマネジメント学部の山口先生に直接発表していただきたいと思っております。このプログラム取り組みにあたって皆さんにお伝えしたいのは3つのポイントです。まず1つ目は好きなことをテーマにということです。優香さん、普段高校生取り組む時ってどんなテーマが多いですかね。私の印象ではフード、うん、で特にポップコーンが多い気がします。ポップコーンね、はい、季節によってこの季節このフレーバー出すといいんじゃないかとか。実は大学生もディズニーに学問的に取り組んでいるグループがあります。今ご覧いただいているのは早稲田大学、桜美林大学、アトミ女子学園大学のディズニー研究会が行ったディズニー研究のまとめた書籍なんですね。でこの3つの研究会はディズニー遊びに行くだけじゃなくてすごく学問的にディズニーに取り組んでいてすごく参考になるので、そのテーマをいくつかご紹介したいと思います。例えばテーマパークでは、キャストのホスピタリティを国際比較してみたり、レストルームつまりお手洗いですねの表記から分析したりということを行っています。またグッズやフードにおきましてはダッフィーの所持率の調査を行ったグループがあったり、またチケット転売問題ですね、これについて調査を行ったグループもありました。それから映画においてはディズニープリンセスの美しさを黄金比率で分析したり、またヴィランですね、最近ヴィラン人気ですもんね、はい、を分類したりというグループもあったりしました。あのね、これはすごかったんですけど、アトラクションにおいて、待ち時間の時空間統計解析を行ったグループもあったって感じです。これイメージつきますか。いやちょっと時空間統制分析難しそう、はい、好きだからできるんですね。そうですね、はい、ポイントの2つ目、まあ、このように先に、研究を行っているグループがいろいろ世の中にありますので、皆さんには気になったテーマにおける先行研究をねぜひ探してみていただきたいと思います。特に、おすすめしたいのはディズニーランドの空想科学というですね、山口先生が関わった本がありますので、ぜひぜひ参考にしてみていただければと思います。その他にも各種論文、インターネットでも閲覧することができるものがありますので、ぜひ探してみてください。そして3つ目です、大事なのはどんな調査を行うかということです。調査には数値にできる量的研究と数値にできないものを扱う質的研究というものがありますので、皆さんの分析対象がどちらに見合っているかをぜひ考えて取り組んでみてください。具体的な手法の例ではアンケート、インタビュー、現地調査、原作資料研究などなどがありますので、工夫して調査を行ってみてほしいと思います。そんなわけで皆さんにはディズニーの研究発表を取り組んでいただきますが、このアワードでは皆さんの研究の論理性、それから調査の充実度、そして調べた観点の独自性を見ていただきたいと思ってますので、ぜひぜひ取り組んでみてください。それでは優香さん、これから挑戦する高校生の皆さんに応援メッセージもらえますか。調査を行ったり、それを論理的に活用したり、ちょっと高校生ではこれまで体験したことない難しい課題だと思うんですけど、もうディズニーが好きだっていう気持ちを忘れずに挑戦してほしいです。で終わった後は絶対成長してると思うので頑張ってください。ぜひディズニーから学問の扉の入り口に立ってみてほしいと思います。はい、それではディスカバーでお会いしましょう。皆さんさよなら、ディスカバイバーイ、バイバーイ。